お父ちゃん、腹減った。まあかこ、腹減ったか。何が食べたいんだ。カツ重。カツ丼じゃなくてカツ重が食べたいのか。いや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 、困ったな。あ、そういえば10年前ぐらいに買った重箱あったっけ。いや、ちょっと作ってみるか。はい、ということで本日も始まりました無駄なしまかない道場でございます。本日ですね、お蕎麦屋さんのカツ重の作り方、前にね、お蕎麦屋さんのカツ丼の作り方っていうのをやってるんですが、いや、どうしても定期的に食べたくなるんでね、自分のために、マカコのためにね、行ってみたいと思います。それではね、早速薬局ドラッキーストアで始めてまいりましょう。はい、それではね、早速薬局ドラッキーでね、始めましょう。ネギですね。はい、ガッツンガツ丼はこんだけあればいいんじゃない、ネギの青いとこみたいなね、感じになります。それではね、次に肉の方を処理してまいりましょう。お肉ですね、筋をね、切っていきたいと思います。こういうところにね、筋があるんでね、ガッツンガツンとね、切っていきましょう。はい、裏返してガッツンガッツン、ツリーリンロンですね。はい、それでね、衣がちょっとね、取りやすいように、ちょっと今日はね、格子模様にこじ入れていきますか。ね。はい、こんな感じ。はい、ガッツンガッツンズリンゴ、ガッツンガッツンズリンゴ、ガッツンガッツンガッツン、リーノスケですよ、これ。ね。はい、こんな感じで格子模様入ったよ、これ。ね。はい、したらね、これ対角線になるようにね、はい、ガッツンガッツン、ガッツンガッツンズリンゴ、ガッツンガッツンガッツン、リーノスケですね。はい、これは返して、ガッツンガッツンズリンゴ、ガッツンガッツンズリンゴ、ガッツンガッツンガッツンズリンゴ、ロンド。ね。はい、こんな感じになりました。はい、そうしたらね、軽くお塩ですね。お塩はね、この脂身のところにね、パラライカとやる程度でよろしいかと思います。はい、今日はね 1% 入れないです。もうほんちょいでね、この脂身のところあたりにね、こうやると脂身がね、非常に美味しく上がります。はい、それではですね、もうこれ揚げてね、カツに作るだけやってまいりましょう。はい、それではですね、まず片栗粉ですね。はい、普通の薄力粉でもいいんですが、私は片栗粉でね、かっちりと揚げた方が好きです。はい、こんな感じでね、片栗粉を、まぶまぶまぶんこまぶりーなですね、はい、まぶまぶまぶんこまぶりーのすけとね、はい、まぶしていきましょう。これまんべんなくまぶすことによってね、衣が剥がれにくくなります。はい、こんな感じですかね。はい、まぶりました。はい、そしたら次は泥ですね。泥ってなんだよっていうことなんですが、泥の作り方ね、説明欄にね、リンク貼っときますので、それ見て作ってください。泥です。この中にね、このお肉ですか、お肉をパック洗いなくね、まんべんなくね、泥がつくような感じでね、やってください。はい、あとはね、もうパン粉つけて揚げるだけでございます。パンキーですね。パンキー、君はパンキーモンキー、へっほいーはいきへっほーはいーとね、はい、パンキーね、これもまんべんなくね、つけてください。ガッツガッツ、まだこう待ってろよ、もうちょっとでできるからな。はい、こんな感じでね、つぼるば基本こう缶ですね。はい、パン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 とね、あんま潰し合うとなんかこう真っ平らになっちゃうんで、軽く押すような感じね。あ、パン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 チューティーですね。あ、パン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 チューティーね。はい、こんな感じになりました。あとはね、油で揚げるだけです。まあ本当はね、ラードかなんかで揚げるとね、美味しいですが、まあそれはカツ丼屋さんのね、カツ丼になってしまうんで、今日はね、お蕎麦屋さんのね、カツ重ってことでね、普通の油で揚げていきたいと思います。それではですね、揚げてまいりましょう。油の温度はね、180度ぐらいですね。はい、ガッツリーナと。はい、あとはね、上がるのを待つだけです。上がり具合なんですが、今ほら、こういうとこでかい油、でかい油じゃない、でかい油が出てますよね。これはね、だんだん細かくなってきて、今ブク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 って落としてるんですよ。聞こえるかなね、もぞもぞもぞみたいな、これがね、上がってくるとなんか高い音になります。キン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 みたいな、わかんねえだろうな。まあやってるうちにわかるんで、本日はカツ重ってことでね、煮てしまうので多少赤くても大丈夫だと思われます。それだね、揚げていきましょう。
揚げること3分ぐらいですかね。はい、もう揚がっているでしょう。よく油を切ってね、いきましょう。はい、こんな感じで、あとはね、切って煮るだけでございます。それでですね、カツの方を切っていきましょう。切り方はね、ここを支点にしてこんな感じでザクザクザクとね、切るとね、綺麗に切れたりします。はい、それではね、いきましょうか。はい、こんな感じですね。上がってるかな。上がってるね。はい、それではね、あとはもうこれ煮込んで卵ぶっこんで、カツ重に乗っけるだけです。はい、フライパンでもね、カツ丼用のなんかね、カツ丼鍋でもいいしね、適当にぶっこんでください。はい、そうしたらね、本日はね、そばつゆ開始の4倍希釈ね、また出たよ、急にやるなよみたいなね、大体3分の1ぐらい、カツが沈むぐらい、そばつゆ開始の4倍希釈ですね。下のね、説明欄にそばつゆの歌詞ね、帰るみりんと砂糖と醤油があればすぐできるんでね、よろしく哀愁でございます。はい、それではね、火をつけましょうか。はい、そしたらね、一発目に切ったね、青ネギですかね、ガッツリーナと、あとはね、バッカンバッカン来るのを待って生玉揚げですね。生玉揚げで閉じて重箱に乗っけて出来上がりですよとね。はい、そんな感じになります。はい、いい感じでね、ふっつんふっつんふっつん、リノスですかね、来ましたね。はい、そしたらね、これあんまかき混ぜない方がいいね。白身となんか黄身がなんかいい感じのグラデーになった方がね、美味しそうに見えます。はい、こんな感じになりました。ね、あとはね、ちょっと蓋がないんでね、銀紙かなんかでバッツリだとね。はい、これでね、卵はお好きな硬さで召し上がりということです。はい、30秒ぐらいですかね。はい、できました。あとはね、重箱飯に乗っけるだけで、ございます。はい、中野くん、カツ重できたぞ。はい、お父さん今行く。開けてごらん。パッパリ、おいしそう。お父さんいつもありがとう。今日お父ちゃんだけど、お父さんだってな。なんかおいしいもの見るとお父さんって言いたくなっちゃうんだ。そっかそっか、じゃあ食べてごらん。はい、それではお父ちゃんいただきます。一味をかけて、おなんかこう通だな。やっぱりカツ関係には一味師匠。そうだな、お父さんもそうだ。いただきます。熱いから気をつけるんだぞ。はい、いただきます。お父ちゃん柔らかくておいしい。すごい熱い。超マグロにありがとうございます。本日はですね、カツ重の作り方、おそばさんバージョンでお送りいたしました。ね、たまには丼じゃなくてね、重箱に持ってみるのもよろしいかもしれません。重箱は安く買えるんじゃないかと思うんですよね。楽天とかアマゾンとかね、1500円もあれば1個買えるんでね、1回2つぐらいあるとね、面白いかもしれません。それでは失礼いたします。とその前に皆様に一つお願いがございます。動画のモチベーションを維持するために皆様のカツ一票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。まだまだ寒いんで、カツのほういかないようにしてくださいよ。それではまたね。カツ重最高。